理由聞いてないですよね。聞いてないです。理由なき欠席。そうそう、理由なき欠席。ズルですよ。ズルかな。いや、そうですよ。仕事じゃないんですよ、絶対に。あの、使用とは書いてありました。使用って書いてありました。何してんのあれ。もう、こんな天気だから散歩にでも行ってんだよ。散歩に行きたいから休んでるんですよ、梶原さん。そうでしょ。どうすよ。あいつがやらなダメなんですもんね、こういうこと、本来は。うん、ああ、だってさ、その嫁、子供出してさ、はい、嫁束縛してるみたいなネタでテレビ出て、はい、全然面白くないけど、いや、それに関しては人笑いもないし、いやいや、まあ、でツイッターもほら子供の写真出してさ、はい、全然面白くない内容やってるけど、あいつこそこういうことをやっていかなきゃいけない。ね、体張って体当たりで、そう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 、いいパパみたいになって、はい、ずーっともう今1年半くらい滑ってるやんかじゃないか、はい、だからまあまあまあ、いや、そうです、いや、どう、え、どう、俺、梶原が1年半滑ってる件に関してはどう、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 どうって滑ってると思ってる、そうじゃない、まあ、受けてる、いや、滑ってるよ。いやいや、まあ、梶原さん、ディスるのはいいんですけど、はい、あの、見てる方に紹介する、あ、そうですね、あ、そうですね、びっくりした、ゆったり方、江崎さん、大変でございます。